ジョン・ハーマンは、イングランドの海軍軍人。1652年から1673年に、かけて3度行われた、英蘭戦争では、提督として、数々の重要な戦闘を指揮した。1665年のローストフトの海戦では、ヨーク港、ジェームズの乗る機関の艦長を務めて、イングランド海軍の大勝利に貢献し、少々に昇進した。 1666年の聖ジェームズの日の開戦では決定的な役割を果たした。1667年にはカリブ海へ転戦し、マルティニークの戦いでフランス艦隊を壊滅させ、南アメリカのオランダフランス植民地を占領した。第三次英乱戦争でも提督として戦ったが終戦前に病死した。ハーマンの出自や前半生はあまりわかっていない。 おそらく彼の家族は、サフォークの選手で、国家に船を供出したものだろうと考えられている。ハーマンは、ターポリンと、あだなされるような叩き上げの軍人で、階級を買ったり与えられたりした、他の共振士官たちとは異なっていた。第一次オランダ戦争での軍艦同士の戦闘、アブラハム・ウィラールトが1652年7月、第一次エラン戦争が勃発した。 記録に残るジョン・ハーマンの最初の軍歴は40門の大砲と180人の兵員を乗せた軍艦ウェルカムの指揮官であった。この船に乗ってハーマンは1652年9月28日のケンティッシュ・ノックの海戦に参加した。ここでイングランド海軍はテムズ川を速攻してロンドンを襲おうとしていたオランダ海軍を破った。1652 53年2月18日のポートランドの海戦にもハーマンはウェルカムに乗って参戦している。しかし1653年6月2から3日のガッバードの海戦でウェルカムは大破し、使えなくなってしまった。戦争は1653年7月のスヘフェ人間の海戦まで続き、1654年4月3日にウェストミンスター条約が結ばれて終結した。 1653年、ハーマンは、戦列艦ダイヤモンドの艦長となり、1654年に、英日戦争が勃発すると、ロバート・ブレイクに従って、地中海に展開した。1655年10月に、一旦イングランドに帰国し、1655、56年1月4日に、戦列艦ウスターの艦長として、再び、ブレイクと共に、南へ向かった。 1656年9月9日のカディスの海戦では、ハーマンは、リチャード・ステーナーの召喚隊に従う52門の方を備えた、戦慄艦トレーダーを指揮し、小船を無傷で打破して高価な戦利品を獲得した。また、1657年のサンタクルスでテネリフェの海戦における大勝利にも関わっていたと見られている。1664年、ハーマンは58門の大砲を備える。 戦列艦グロスターの艦長となった。1665年春、彼はロイヤルチャールズの副艦となった。1665年5月、第二次エーラン戦争が勃発した。この戦争中、イングランドはロンドンの大薬病や1666年9月のロンドン大化といった大災害に苦しめられた。最終的には、 戦争は1667年7月21日のブレダの和訳をもって終結した。1665年6月3日のローストフトの海戦における戦列艦ロイヤルチャールズとエンドラクトヘンドリック・バン・ミンデルハウトがローストフトの海戦は第二次エーラン戦争における最初の大規模な海戦であった。1665年6月3日のこの戦いで ヨークコジェームズが乗り込んだロイヤルチャールズがイングランド海軍の機関となった。実際の艦隊の指揮を取るウィリアムペンもロイヤルチャールズに乗っていた。ロイヤルチャールズはオランダ軍の機関エンドラクトと激しく撃ち合い、最後は敵艦の火薬庫を撃ち抜いて吹き飛ばした。オランダ軍は山ムを乱して逃げ出した。この時、戦闘中に脇にいた側近を倒された。 ヨークコウと病を患い疲労も限界に達していたウィリアムペンはそれぞれ自分の戦室に引きこもっていたためイングランド艦隊の再配のすべてがハーマンに託されることになったハーマンは逃げるオランダ艦隊の追撃を指示したがここでヨークコの自重ヘンリー・ブラウンカーがロイヤル・チャールズの方を少し畳むことを提案したというのも追撃の先頭に立つロイヤル・チャールズが オラントの海岸近くでたった一貫でオランダ海軍と接敵するようなことになれば、ヨーク港に危険が及ぶ恐れがあるというのであった。ハーマンが命令なしでは自分は何もできないというと、ブラウンカーは一旦ヨーク港の船室に戻り、改めてヨーク港の命令として宿泊するよう命じたので、ハーマンも従わざるを得なかった。ロイヤルチャールズを後方に下がらせようという彼らの意図に、 反し、周囲のイングランド艦も機関に習って、速度を落としたため、オランダ艦隊は逃げをせた。この事件は、一大スキャンダルとなり、議会で尋問が行われる事態となったが、最終的にハーマンは罪を免れ、全責任はブラウンカーにあると判定された。1665年6月13日、ハーマンはナイトに除任され、白戦隊を率いる少将に昇進した。 戦隊の機関として、彼は、戦列艦でソリューションを与えられた。1665年10月25日、彼は58門の大砲と300人の兵員を、備えるフリーゲートリベンジを指揮することになった。11月には、18隻の軍艦を率いて、ヨーテボリから帰国する商船の護衛に当たった。帰国後は80門の砲を備える、戦列艦ヘンリーが彼の機関となり、 1666年6月1から4日の4日間の開戦に参加した。聖ジェームズの日の開戦ヘンリーを旗艦としたハーマンの艦隊は、ケントのノースフォアランド沖で1666年8月4から5日に行われた聖ジェームズの日の開戦で決定的な役割を果たした。長時間にわたる開戦でイングランド艦隊の葬式を取っていたのはアルベマール港。 ジョージ・マンクだった。この戦いは、聖惨なものとなり、ジョージ・アイス級帝督が捕虜となり、ウィリアム・バークレイ中将が戦死した。ハーマンの白戦隊も甚大な損害を被った。ハーマンは、イングランド艦隊の戦闘に立って、敵のゼーラント戦隊の中央に突っ込んだが、ここで、彼の乗るヘンリーは、完全に無力化されてしまった。敵のの一つが、ヘンリーのに鉄を引っ掛けたが、 小判長の類稀まれな働きにより、ヘンリーは針を外して離脱することに成功した。50人近くの船員が船外へ脱出したが、ハーマンは剣を抜いて、これ以上脱出を試みたり、戦闘を放棄したりするようなものがいれば切ると残った船員たちを脅した。彼らは、何とか炎上し始めていた船の火を消し止めたが、作具が焼けたために、ホげたの一つが崩落し、ハーマンの足を折った。 さらに、オランダの河川が、またもヘンリーに近づいてきたが、ヘンリーの下甲板の方が帰り討ちにして沈めた。続いて、オランダ艦隊のエバート船中将が近づいてきて、降伏を勧告したが、ハーバンはこれを拒否して、砲撃を命じ、エバート船を殺した。ついに、オランダ艦隊は、ヘンリーを諦めた。ヘンリーは、満身創痍の状態ながら、 なんとかエセックスのハリッチに入居することができた。ハーマンは船を早急に修繕して、わずか1日で再出港し、戦闘に戻ろうとしたが、すでに戦闘は終わっていた。足に負った大怪我のため、ハーマンは艦隊から一旦離れざるを得なかった。しかし1667年初頭、ハーマンは艦隊の提督に任じられ、今度は西インド諸島に派遣されることになった。 この艦隊はユニオンジャックを形容することになった。6月初頭に西インド諸島のイングランド植民地の拠点バルバドスに到着した後、彼らは6月10日にゼントクリストファー島に向かった。この島はイングランドとフランスが分割統治していたのだが、英乱戦争にフランスがオランダ側で参戦したために全島をフランス側が占領していたのである。ハーマンは 島の奪還を試みたが失敗した。そこに23から24隻のフランス軍艦と3隻の河川がフランス領マルティニークに停泊しているという方が届いた。ハーマンが艦隊を率いてマルティニークに急行すると確かにフランス艦隊が海岸近くに留まっていた。マルティニークでのフランス攻撃、ウィレム・ファンデ・ベルデ2世がフランス艦隊の指揮官 アントワーヌル・フェーブル・ド・ラバールとマルティニーク総督、ロベール・ド・クロドーレは、直前のネイビス占領作戦に失敗して帰ってきた、ところであった。失敗の原因は、早々に戦闘離脱して逃げ帰った、ラバールにあった。ハーマンがマルティニークに現れサンピエールの、フランス艦隊を砲撃して、マルティニークの海戦の火蓋を切った時、フランス側では未だに、ラバールとド・クロドーレが論争を続けていた。 ハーマンは、ひどい痛風に苦しめられていたが、それでも命令を出し続けた。数度にわたる襲撃の末、ついに、イングランド軍が、フランス艦隊の機関と、数隻の強力な軍艦に火をかけることに成功した。ラバールはパニックに陥り、自分の艦を自沈させた。他にも砲撃で沈められるものや自沈するものが、相次ぎ、脱出に成功したのはわずかに3隻だった。 イングランド側の損害は死者80名と多くの負傷者を出し、数隻の船がそれなりの打撃を受け弾薬を使い果たした程度だった。その後ハーマンは南アメリカに向かい1667年9月15日にフランス領ギアナの首都カイエンヌを占領した。ここでイングランド軍はセペルー城とカイエンヌ市街を破壊した。 フランスの総督シプリアン・ル・フェーブル・ド・レジーは9月23日に、この植民地から脱出した1667年10月3日、ハーマンは、スリナム川川口に到達し、翌日から、機関ボナベンチャー、アシュアランシタのリッチ、ポーツマス、ロー、ヘンリー・ウィロビー中将を率いる、決地戦団、一隻のスループ戦からなる艦隊を、率いて、川の底行を始めた。 イングランドの植民地だったスリナムは戦争中にオランダ軍に占領されていた。ウィロビーはこのオランダ軍に降伏を勧告する死者を派遣した。10月5日にイングランド軍がパラマリボに上陸し、8日にゼーランディア城を再占領した。11月10日、ハーマンはバルバドスに戻った。先立つ7月31日に、 ブレダの和訳が結ばれ戦争が終結していたことを受けてハーマンの艦隊はイングランドへ向かった。彼らが帰国したのは1668年4月7日の未明だった。1669年から1670年にかけてハーマンはトーマス・アランに従いジブラルタル海峡付近での作戦に参加した。以前イングランドはアルジェリアと条約を結んでいたのだが、 アルジェリアのバルバリア海賊がこれを無視して、イングランド商船を襲い続けていたのである。ハーマンは膨大な数の海賊船を捕獲、破却する戦果を挙げた後、イングランドに帰国した。1672年、ハーマンは青船隊の広報提督となり、初代サンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューの帰化に入った。 ソウルベイの海戦ウィラムファンデベルデに制覇第3次、エーラン戦争が勃発した後、1672年5月28日に、英仏艦で最初の大規模な戦闘ソウルベイの海戦が起きた。この時、ハーマンはサンドウィッチ戦隊の召喚としてその機関にいた。この戦隊は、オランダ艦隊の攻撃を受け炎上したが、ジョン・アーンリの指揮する戦列艦ドーバーがハーマンと、 戦列艦チャールズを敵の河川から救出した。1673年8月21日のテセル島の海戦では、ハーマンはカンバーランド港、ルパートの召喚として戦った。この年、ハーマンは赤戦隊の副提督となり、機関ロンドンに乗ることになった。テセル島の海戦では抜群の働きを見せたハーマンだったが、すでに彼の病は重くなっていた。 8月21日にエドワード・スプレージが死去したことを受けて青戦隊の提督となったがハーマンも実際に指揮を取ることなく10月11日に死去した。その後1674年2月19日にイングランドとオランダはウェストミンスター条約を結び終戦した。ハーマンには一人の息子と一人の娘がいた。息子ジェームズ・ハーマンも 海軍軍人となったが、1677年1月19日に、アルジェリアのクルーザーと戦い死んだ。グリニジの国立海洋博物館には、ローストフトの騎手たちとして知られるピーター・レリーによる13人の海軍軍人の肖像群が展示されているが、ハーマンもこの中の一人に含まれている。ありがとうございます。